に拍手してください。 Thank you very much. Give her a big hand. カンファレンスめちゃ楽しみですね。 Is it so exciting for the conference? ね、J-MIX の時間も本当にあの若者でいっぱいにして、そしてイエス様ら一人でも多くの人に届けていきましょう。 We want to fill this J-MIX service with all the young people and let's convey the love of Jesus. はい、そして今日の J-MIX これからも最高の時間が続いていくんですけど、本当今日スペシャルです。 It's going to be a special night today.ね、今日スペシャルなゲストが来てくださってます。 We have a special guest today. あのマサト先生とユミン先生の、ね、弟分的な感じで、そして J-MIX 世代からするともう兄貴みたいな感じです。そしてあのイギリスのロンドンで素晴らしい日本人の教会をリードされてます。They are leading amazing church for Japanese in London.、ね、そしてめっちゃイケメンです。 And good looking guy.ね、メッセージめっちゃ熱いです。And very passionate message. ね、今日特別に J-MIX 若い世代のために語ってもらうので本当に受け取っていきましょう。 We have a special opportunity to be preached from this particular generation. ね、皆さん準備いいですか？ Are you guys ready? ね、ロンドンから来てるメッセージです。The London message. OK、じゃあ立ち上がって歓迎しましょう。 So let's stand up. Let's 今日スペシャルゲストのパスター青木です。拍手で迎えましょう。 Our special guest speaker, Pastor 青木。どうぞ座ってください。 You may please, you may take your seats. あ、もう一回立ってください。 Can you stand up? あ、座ってください。 Take your seat. ユミさん立たんかったやろ今。ないね。あ、来ます来ます。来んの？ Yes, it's coming. なんかさ、優しくてさ、So he's very kind? あの、俺がめっもう2時やから T シャツでしようと思って、 So it's, you know, J-MIX service, so he decided to take a T-shirt. めっちゃちゃんとシャツとかええ格好してたんやけど、 You know, I was wearing a proper shirt, but I was wearing a proper shirt. You are the actual proper one, a proper to the occasion. で、俺が T シャツやって分かったら T シャツにしてくれたっていう。 So I changed the T-shirt too. すごいね。そうですね、色がかぶっちゃったけどね。かぶっちゃったけど、かぶせてきたね。 Sorry, I didn't really mean to, はい、anyway, 立山青木と申します。 So my name is 青木立山。イギリスのロンドンで、from London, UK, 牧師をしてます。 And being a pastor, 妻の千里です。 And that's my wife, 千里。 結婚して19年です。 And been 19 years and got married. 僕20歳で結婚したんで今年39で19年なんですけど。 So we got married when I was 20, we were 20, so like, that age. 娘が1人15歳がいます。My daughter is 15 years old. 高校1年生です。 She's first grade in her high school. で、8歳の息子がいます。 Another son, 8 years old. で、38歳の嫁がいます。 And has 38 years old wife. ロンドンで、牧師をして10年ぐらいですね。It's been 10 years since I've been pastoring in London. エリアは1回遊びに来ました。Pastor Elia came, visited us. シホちゃんと。With Shiho. 嬉しそうに。And they look very happy. ね、またサッカー見に行きたいね。And let's go to watching soccer again. なんでいつかエリアを送ってください、ロンドンに。So I'll pray. 仕事じゃなくて遊びでね。They'll be able to visit us again. プレミア見に行くっていうだけで。And just go hang out. 皆さんもぜひ世界に羽ばたくならばロンドンに。So if you want to go worldwide, come to London. はい、スタートライン、新年度ということでスタートラインというシリーズでメッセージをしていると聞きました。 So I heard that you guys have been in this series called Start Line Series. 私からその中で一つだけ知ってほしいこと、一番というのをメッセージのタイトルにしました。 So I, my title today is 一番, number one. 一番です。一番。あえて漢字じゃなくて横文字にしたりました。You know, it's not in kanji, but you know, in ロンドンっぽいかなと思って。More Londonish. It looks more Londonish. すみません、あの香川県高松市出身なんで超田舎者なんですけど。I'm from Kagawa, so like not that classy. はい、今日の歌詞はマタイの福音書の6章の19節から33節です。So today I would like to read from Matthew 6:19 to 34. 英語も出るこれ。英語も出る。Yes, we have English as well. じゃあもう日本語だけで読むので、イングリッシュスピーカーの人はこっちで読んでください。So, 長いので。It's gonna be very long, so we're just gonna read in Japanese, but please read it on your notes or in the screen, on screen. 読みます。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。
そこでは虫もサビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなんでしょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどに着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方にはよくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。そういうわけだから何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらものはすべて与えられます。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。 Lord God in heaven, I praise your name. あなたの御言葉を感謝します。 I thank you for your word. なんかちょっと難しいとこもあります。 This can be a little bit difficult. わかりやすいとこもあります。 And sometimes it's a little hard to understand. でも神様、今日私たちに必要なことをあなたが教えてください。 But Lord, you teach us what we need to hear. そして一つでも心の中にあなたの言葉が残りますように。 And let one, at least one word to be remain in my heart. そしてあなたを愛して生きることができるように助けてください。And help me so that I can love as we live. 主イエスキリストの名によってお祈りします。In Jesus' name I pray. Amen. Amen. 今日シンプルです。It's very simple today. 順番の大切さを知って帰ってください。I want you to know the importance of order. なのでタイトルは一番です。So that's why the title is number one. 順番って大切だと思いません？ You know, order is very important. なんかこう中学校入って。まあ、皆さんも中学校の時は遠い人もいるかもしれませんけど、you know, when you enter into your junior high school, いきなり先輩ができるじゃないですか。You know, your, the elders comes, そうするとまず先輩先みたいなのがあるじゃないですか。And then, you know, they have to go first. 何今右の足が下がったのかわからないですけど、I don't know, my right leg went there. 先輩先ですみたいなのがあるじゃないですか。You know, oh, oh, sir, you go first. なんか順番、そういう中で、あ、もうこういう、あ、順番ちゃんと考えとかなあかんねやなっていうのがあるわけです。You know, you start thinking, oh, that this kind of order is very important. 社会人になってもありますよね。You know, when you start to work.いきなりこう食事の席と会食の席とか行きます。You know, you go to this kind of, you know, meeting. 日本は特にこう一番奥のいいところが一番偉い人が座るみたいな。You know, especially in Japanese, these, you know, meal, dinner meetings, it's important that where the elder sits. その前に自分は一番最初に行っとかなきゃいけないわけですよ。And first, you're the one who's supposed to go there first. 一番角の注文する場所に自分は座るわけです。And you go to the very end where you can easily order things for everybody else. そしてその偉い人が来たら立つわけです。And somebody, you know, higher than you comes, you have to stand up. で、思ってもないこと一言二言お世辞で言うわけです。You know, you have to say something you don't even think about, some compliments you never thought about.で、その人が座って初めて座れるじゃないですか。And then when you they said you can finally sit down. ビールもいきなり来たから飲んでいいっていうわけじゃないですよ、会食とか行くと。ビール飲まなくていいですけど。You know, like when, you know, it doesn't mean that when you get a beer, you can drink it. なんか順番があって、先にお願いして、後でどうぞっていうのがあるわけですよ。You know, there's gonna be some orders, things to be in line, and then you can have. こういう人との関係なくても、順番って一個一個大切なところがあります。You know, even in relationship, all these orders could matter. エリアみたいに毎日ケーキを作ってる人。You know, like, do you make cake? ケーキって順番をちょっとでも間違うと、一切うまくいかないですよね。You know, if you mess up your order in, you know, baking a cake,、ね、it's gonna be all messed up. 知ってるよね。Do you know? Yeah, he should know. もう順番通り行かなきゃダメなんです。You know, I have to make
in order. もう順番通り行かないと全てが壊れてしまう。If you mess up the order, everything will be messed up. わかりますよね。Do you get that? 順番がどれだけ大切か。Do you know how important this is? もうちょっとやろうか。Okay, one more thing.じゃあ二人、役者二人、役者、俺役者だよって人。So who's the actor here? もう今日ほんまに順番分かればいいんで、OK? You know, all we need to know is order. 役者二人、はいじゃあ。So one here. もう一人役者、俺は役者だという人。Who's the actor? じゃあ。おい。はい、名前は。What's your name? 涼太郎です。涼太郎くん、拍手。Give a big hand. お名前は。ゆうへいです。ゆうへいくん、拍手。Give a big round of applause. 俺の方がうまいぞと思うのはどっち？Who's better? 行こう、じゃあ、両太郎行こう。じゃあ、ちょっと待ってね。皆さん、今からどれだけ順番が大切かをお伝えします。So, let me tell you, teach you how order is very important. トイレ行ったことある人。So, have you ever been to a bathroom? はい、うんこしたことある。いいで、いや。後で消しといてください。Okay, just cut that part off. トイレ行って、So you go to a bathroom. なんて言ったやろ。ババします。違うな。完全に分かる。Do your number two. ナンバーさあな。大きいをする。The bigger thing. それをやってもらいます。So I want you to act that. 僕が言う通りに動いてね。So I want you to move as I tell you. ババしたいなって感じになってください。So I want you to act like that. You know, you're having that feeling. あ、トイレだ。Oh, there's a bathroom. はい、ドアを開けて。You open the door. ドア閉める。Close the door. 鍵をします。And lock the door. トイレ座る。あ、でも鍵閉めたかなって思い出してもう一回見る。And like you just kind of check. Is it really locked? Is it really locked? Is it really locked? 焦る。And you're kind of busy. Like, 大丈夫。Oh, okay, okay, it's locked. とりあえず便座上げる。Okay, you lift the seat. ズボン脱ぐ。脱がなくていいよ。And act like you're taking off your ズボン脱ぐ。Pants. You know, take off your pants. パンツ脱ぐ。And take off your underwear. 座る。You sit down. お、結構よ。今俺洋式かと思ったんやけど和式行ったな。I don't know which one you're the Western style or Japanese style. Making me confused. 洋式やんな。Okay, the Western style. Western style. はい。気張る。And you do your job. よっしゃ出た。And it's done. 一回どれだけ出たか確認する。And you kind of checked how much. What's your job look like? お尻拭く。And you wipe your butt.拭いたやつ一回確認する。And you check how you wiped it. Okay, よっしゃよかった。間に合ったパンツあげる。Okay, it was safe, so you lift up. ズボンをあげる。And you wear your pants. よかった出たからベルト一個分きつくしまったみたいな。And now you can you know tighten up a little bit more. 手洗おう。手洗おう。手洗う。Wash your hand. 鏡見る。And check your mirror. 今日の俺イケてんな。I look nice. I look nice. このままイケんぜ。Okay, I'm gonna do this. 手拭く。後だった？みたいな。手拭く。And you wipe your hand. もう一回鏡見る。And you check your mirror again. やっぱ俺イケてんな。And I look nice. 鍵開ける。閉める。And you close the door. これトイレの作法ですね。You know, that's the proper manner of bathroom.お作法ですよ。Is it the proper manner? 順番があるものは全てお作法なわけです。You know, all these order are the manners. じゃあ順番がちょっと間違えてる人いきましょう。So, the one who got the order wrong. あ、トイレしたくなった。Oh, I wanna go to the bathroom. とりあえずうんこする。Okay, I'm gonna just go poop. すっきりした。Okay, I feel good. トイレ見つけた。And you find the bathroom. ドア開ける。You open the door. ドア閉める。You close the door. 鍵なんて気にしない。I don't care about the lock. 蓋開ける。You lift up the lid. で、ズボン脱ぐ。And you take off your pants. パンツ脱ぐ。You pick up your underwear. パンツきれいにする。And you wipe your clean your underwear. で、もう一回履けるかなって考える。And you think about, can I wear this again? でも履こう。Okay, I'm gonna wear that. で、ズボン履く。And take your pants. 手べちょべちょ。And all your hands are messed up. とりあえず鏡見る。And you check your mirror. 俺イケてんなって髪触る。And like, I look good. で、髪についたってびっくりする。And you like, oh, I get it on my hand. まあ、いっかって。And you don't really care. 気にせずそのまま出ていく。And you just don't care and just get out. ありがとう。Thank you. ありがとう。Thank you.
今のまでやれば分かるでしょ、どれだけ順番が大切かって。 So now you should know how this order is very, very important. めちゃめちゃ大切ですよね。 Isn't that very important? もう分かってるけど、実際あれをやられると汚ねとか思うじゃないですか。 You know, you should know, but like when you see that happening, it's so gross. 目の前にトイレあるのにそこですんのみたいな。 You know, you see that bathroom right there, you're doing it right there. 手を洗わずに俺いけてるなんてねえし、みたいな。 You're not washing your hands, you're just touching your hair.一個一個そこには順番の大切さがあるわけです。 There's all these things what matters for the order. 分かりやすいわ。 That was so clear. もう役者が良かったね。 You know, I think we had a very proper actors, good actors. 聖書の箇所戻ります。6章33節にこうあります。 In Matthew 6:33, 神の国とその義とまず第一に求めなさい。But seek first his kingdom and his righteousness and all these things will come. 神の国とその義とまず第一に求めなさい。But seek first his kingdom and his righteousness. 順番が大切だって話をされた後にこの話聞くと、なるほど、神の国とその義が一番なんだなっていうのは絶対にわかりますよね。You know, you should know I talk about all these orders and talking about the first, seek his first, his kingdom. 神を一番にしなさいです。 You should put God first. ちなみにここまでの聖書の箇所全部いかないですけど、さっき長々と読みました。 You know, I read all the verses here. いろんなことが書いています。 You know, all these things here. 要はお金だったり富だとか自分のものよりも神様を大切にしなさいよってことが書いています。 You know, world says, you know, they talk about the money, but we should put God first than money.二人の主人に使えることできないよって。 You know, you cannot serve two masters. 富とお金に使えれないよって。 You cannot serve money and the Lord. どっちかだよって。 One or the other. そして服着たり何を着ていくのかとか、何を食べるのか、すなわちどうやったら私は命だとか、そういうのじゃないよ。 It's not about what you wear, what you're gonna eat, you know, how you're gonna live. This doesn't really matter. だって鳥見てよって。You know, look at the birds. あいつ別に朝7時にアラーム鳴らして起きて仕事行くわけじゃねえし。 You know, he doesn't wake up at 7 a.m. with alarm and go to work. 土曜日だからっていつもより5時間長くバイトするわけじゃねえし。 You know, he doesn't go to part-time work with 5 hours longer for Saturdays. あいつ普通に飛んでるだけで食ってけてんじゃん。 You know, he's just flying there and living up. 当たり前だよね、神様作ったんだもん。 Of course, because God created him. 神様が養うよね。 You know, God created and God feed him.だってそしたら人間どうなのよ。 So how about us, human beings? あんな鳥とか all these birds, めっちゃ綺麗な花とか all these beautiful flowers, すごいけど they're, they're beautiful. 人間ってそれよりすごいよね。 But aren't we better than that? それよりすごく神様作ってくれたよね。 That's how God has created us. そんなじゃ鳥とかもう明日になったら枯れてるかもしれない花よりあんたらすげえんだって知ってんだよね。 Now you should know that you're better than these birds or flowers that could grow weary the next day. そしたら神様がその僕たち人間、私たち人間をケアしない、養ってくれないわけないよね。 Then why shouldn't he feed us and prepare for us human beings? だから今日私どう見えてんの。 So like you say, like, so how do I look now? なんかこの服大丈夫かな。 You know, do I look okay today? あの人私のこと好きになってくれるかな。 Oh, does that person like me? まあまあうちの場合嫁が俺を好きになる。 You know, like my wife likes me, so that's fine for me. 言うのはただ、You know, I can say, just say that. そうやって自分がどう見えてるか、私今日どうなの、私大丈夫、私イケてんの、俺今日よくね。Doesn't have to care like how do I look, like how am I, like how does she look like. It doesn't really matter. 俺今日ちょっと歩き方変えようみたいな。You know, I'm gonna change how I walk today. 今日ちょっと風切ろう。You know, I'm just gonna be like this. 今日の髪こっち流そう。You know, I'm gonna do my hair the opposite way. いろんなことを考えている場合じゃねえよ。You know, you don't stop talking about all that stuff. いや、ええで、それは考えてもええでと。You know, it's okay if you want to think that. でも順番的にはね。But the order is. 何が一番？ What should come first? 神様が一番だよね。God first. シンプルです。So simple.でも思い出したんです。こういうメッセージをすると自分の人生をまず振り返るんです。 You know, when I think about these messages, I think about myself. 僕はもう見た感じいい子として育ったんですけど、 You know, I do most things good stuff. だから入る高校がなくて定時制高校に入ったんです。 So I didn't have any high school to go in, so I went to a temporary school. まあいい子なんであんま中学校も行かなかったんです。 You know, I was a good boy, so I didn't go to junior high school that much. そしたら行ける高校なくて定時制入ったんですけど、 So I didn't have much choice, so that's why I got there. 4日で辞めたったんですよ。 And so I quit that school in 4 days.
でそのまま香川県に住んでたんですけど東京に家出したんです。 And so I was living in Kagawa but I ditched my home and I went to Tokyo. なんで15歳で東京で一人暮らししてました。 So I started to live by myself when I was 15 in Tokyo. で東京出て4日目から働いてました。 And so when I arrived, 4 days when I arrived to Tokyo, I started to work. 俺すごくない？ Isn't that amazing? 高校4日で辞めて。 You know, I quit my schools in 4 days.で東京出て4日で働き出した。And in the next 4 days when I moved into Tokyo, I started to work. めっちゃ頑張ってるやん。Isn't that great? で一人で働き出すとまずは周りに認められないといけません。So when I'm working by myself, I have to be acknowledged by people. 一緒に15歳が一緒に30歳とか40歳の人と働いてるわけです。You know, I'm 15 years old and working with 30s and 20s. お前そんなのもできないのかや。You know, 東京弁で言われるわけです。You know, everybody tells you like, oh, you can't do that. 別に東京バカにしてるわけじゃないです。You know, I'm not talking about ちょっとだけです。Tokyo people, but... で、いやじゃあこれ認められなきゃってなるわけです。You know, I need to be acknowledged there. で、家出をしてるから親にも認められないとダメなわけです。You know, I ran away from my house, so I need to be acknowledged by my parents as well. めっちゃ頑張るわけです。You know, I try my heart. その中でなっていくとか、自分がでっかい男になってやるってことでした。And so what I was thinking about is I gotta be a big man. 誰よりもすげえやつになってやると思ってます。I gotta be greater than anybody. 世界制覇してやると思ってます。I'm gonna conquer the world. 世界の全てのものを俺が手に入れてやると思ってます。You know, I'm gonna own every single thing in the world.俺が世界で一番になってやると思ってました。I'm gonna be the number one in this world. でも実際にどう考えてもこんなやつ世界で一番になれるわけないんですよ。But actually, you think about that, you know, this kind of person will not be like that. むしろ自分が一番よく分かってるんです。You know, I know the best. つまんねえやつだな。You know, I'm boring. こう外ばっかり、俺今日どう見えてんのばっかり気にしてるようなやつなんです。You know, I always care about the appearance. 周りには俺一番になるぜみたいなこと言いながら心の中では全然慣れてない。You know, I tell everybody I'm gonna be the best, but I'm not like that any at all. その生活をしていく中で見えたのが一番になれない自分。And when I figured that, when I start to figure it out in my life that I cannot be the best. そして同時に一番にならなくていい自分。And I figured that I don't have to be like that. なぜならば一番の神様がいたから。Because God is the best. そして気づくんです。And I realized. 周りがどうとか、お金がどうとかじゃねえ。It's not about what people think about me or about money. 確かに大切なものです。Those could be important. 稼げるときに稼いだらいいと思います。You know, you should make money when you can. 貯めれるだけ貯めたらいいと思います。You can, you know, save your money as much as you can. で、全部ドリームプロジェクトに捧げたらいいと思います。And you can give all to the dream project. でも全部神様が結果的に養ってくださっている。But God feeds you in the end. 全て神様が自分に必要なことは知っていてくださる。God knows everything what you need. そして絶対に与えてくださる。And he will definitely give you.僕が言ってるんじゃないですか。聖書が言ってるんですよ。This is not my word, but this is the Bible. 32節にこうあります。In 32. あなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。For the pagans, Father know, Heavenly Father know that you need them. そして与えられる確信が絶対にあるわけです。And that's why we can have this confidence that we will be given.あなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。Your heavenly father knows that you need them. だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。So seek first his kingdom and his righteousness. 神の国とは神様が支配している場所です。The kingdom of God is where He rules. 神の義とはその神様の正しさです。Righteousness is His righteousness. 神様は一切間違いのない方なので、その方が治めている国で、その方の正しさがあれば完璧です。You know, God is the one who do not make mistakes. So when He rules and He is right, there's gonna be perfection there. 最高の場所、それを神様が与えてくださるその場所を求めなさい。So seek where God gives and His perfection and where the best He has for you. すなわち、その全てを与えて全てを用意してくださる神様を第一に求めなさい。Which means that make Him first, the God who gives you the best. なぜこの話を聖書がしているかというと、Why does the Bible talk about this? 自分たちが人間はすぐに一番になるんです。Yes.Us human beings can make us first so easily. 同じでしょ、自分がどう見えてるか、自分がどう聞こえてるか、自分は周りにどう思われてるか。How do I look? How do I sound? How does people look at me?
あの聖書って面白くて、我々が絶対することはしなさいって書いてないんですよ。You know, the Bible is very important that the Bible doesn't really tell us what to do, what we will of course do. 腹いっぱい食いなさいとか。You know, he doesn't tell like, you know, eat a lot. トイレに行きなさいとか。You know, go to the bathroom. 書いてないわけです。You know, Bible doesn't teach that. なぜならナチュラルに私たちはそれをするからです。Because we can do that very naturally. 私たちができないことだから神様が頑張ろうね、やろうね、一緒に行こうねって書いてくれてるわけです。You know, God's write it down because we, he knows that it's hard for us to do. That's why he encourages us in the Bible. ってことは、まず第一にしなさいって言われるゴール、あ、俺らって第一にできないんだってとこからスタートするわけです。So when God says seek first His kingdom means that we should realize that we cannot do that easily. そして神様がそれを大切に教えたいことだからこそ書いてるわけですよね。And He writes it because He wants to tell you so much. で神様言うんです。私を第一に求めなさい。So that's why God says seek me first. 全部自分中心、自分が一番になるのは罪の結果です。It's a result of sin when we become self-centered. 英語で罪は sin と、 sin と書きます。In English, we call it sin. S-I-N って書きます。S-I-N. でよく我々が言うのが I-centered って言います。So we call it I-centered. すなわち自己中であることが罪であるという分かりやすい基本があると。You know, self-centeredness is the sin. 先ほど言いました。我々は自分たちが一番になるんです。You know, we put us, ourselves first. 自己中になるんです。We're so self-centered. 自分が一番になるんです。You put your first. 誰よりも自分が中心になるわけです。You are the very center of yourself. それが罪なんです。That is sin. だからこそ罪から離れて神を中心にしなさいということを言っている。That's why you should walk away from sin and put God in center of your life. 罪から離れて神を一番にしなさいと言っている。Avoid sin and put Him first. 自分を一番にするんじゃなくて神様を一番にしなさいと言っている。Don't put yourself first, but put God first. なぜだかわかりますか？Why do we need that? 神様にとってあなたが一番だからです。Because you are His first. 第一ヨハネの手紙4章19節にこうあります。And John? 私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。1 John 4:19. We love because He first loved us. 神がまず私たちを愛してくださったんです。He first loved us. 神様の一番はここにはっきりと書いてます。This is so clearly written here what His first is. あなたです。It's you. 神様がこの世を作られ、あなたを作られ、あなたを愛する方の一番はあなたです。God, the creator of earth and you and the one who puts you first. 私たちは人間自己中心に生きてしまいます。We tend to live a self-centered way. でも神様はこの世を作り、あなたを作った時点からあなた中心なんです。But when God has created the earth and you, He put you first. あなたが一番なんです。You are His first. まだ僕の言葉じゃないですよ。聖書の言葉ですよ。It's not my word. It's written in the Bible. 神がまずあなたを愛してくださったんです。God, He first loved you. それが十字架で現れてるんです。And that is shown on the cross. 神はイエス・キリストを十字架にあなたのために送ったんです。God has sent Jesus to the cross because of you. 神様との関係にある最高の人生を生きる。あなたがそれをするためには十字架が必要だったんです。Because you needed the cross to live a life with God. あなたが自己中心で生きてきたその罪は一回取り去らなきゃいけなかった。Because he needed to take away that sin that you were so self-centered away. それは十字架上でしか無理だった。It had to be on the cross. それほど重いものなんです。That's how much it's heavy.でもそれをイエス・キリストが十字架上でなしてくださったことに私たちは自由なんです。But because of what Jesus has done on the cross, we are set free. まず神があなたを愛したがゆえにイエス・キリストという御子は十字架に行ったんです。God so loved you, He has sent His only Son to the cross. そこまで神様にとって皆さんは一番です。That's how much He put you first. ちなみに我々がなぜこんな幸せな結婚夫婦をしているのかということ秘訣を教えます。You know, I can tell the secrets of a happy marriage for us. もう素晴らしい幸せな生活を送っているわけです毎日。You know, it's such amazing happy marriage. なぜならば両思いだからです。It's because we love each other. 多分。I think. お互いに愛し合ってるから一つ一つのことが収まっていくわけです。
Because we love each other, that's why each thing be settled. 一つ一つの話し合いが落ち着いていくわけです。You know, each conversation will be settled. で、二人で一歩一歩進んでいけるわけです。And we can take each step together. 両思いって素敵ですよ。Isn't it amazing? そんな夫婦になってください。I want you to be a couple like that. その前に神様と両思いになってください。But first, you should be loving each other with God. 神様があなたが一番ですって言ってるのに。God is telling you, you are my first. 神様あなたは私の四番目です。And you tell him, oh God, you are my fourth. そんな夫婦関係うまくいかないですよね。You know, what kind of marriage is that? 向こうが一番愛してくれならこっちも一番愛するわけですよ。You know, when that person loves you first, you should love him back first. 神様と両思いになるんです。You can become loving each other relationship with God. その方法は至ってシンプルです。That is so simple. 神様を一番にするんです。Put God first. 順番の話をしました。You know, we took the order. 順番大切なんです。Order is very important. 一番は一番なんです。First means first. 二番とか三番とか四番じゃないんです。Doesn't mean second or third or fourth. 一番なんです。First. 私たちは神様を一番に生きる必要があるんです。We should live, put God first as we live. そしたら絶対に2番も3番も4番も5番も全部ついていくんです。And then all these things after that, second, third, and fourth, everything else will be fine. 皆さんが思ってるよね、2番、3番、4番、5番じゃないかもしれません。You know, maybe it's not the way that you think. むしろもっと素晴らしい2番、3番、4番、5番がついていくんです。But second, third, fourth, five, fifth. でもそれは神様を一番にしたときに起こりることです。It's even better than that, but it only happens when you put God first.だからこそ私たちは神様を一番に生きるんです。That's why we put him first in our lives. 自分が一番じゃないですよ。Not you first. 神様ですよ。God first. 自分が一番じゃないですよ。Not you first. 神様が一番です。God first. そのような人生をこの瞬間から歩んでください。I want you to live that way from this moment. それぞれ目を閉じて心を神様に向けてください。When you close your eyes, 立てる方は立ってください。共に祈りましょう。Let's pray together. パスエリアに祈ってもらいましょう。Let's invite Pastor Elia to pray. もし自分が一番になってたなら神様に一番をするという宣言をしてください。If you have been putting yourself first, I want you to declare that to God. そして他の何でもない神様を一番に求めてください。That I put God first and let's seek for everything else for God. それぞれ目を閉じ神様に祈ってください。あなたを一番にします。Close our eyes and pray to God. Lord, I put you first.ね、今イエス様に祈っていきたいと思います。Let's pray to our Lord. ね、今目を閉じて。Close our eyes. ね、質問します。I want to ask you a question. ね、青木先生が最高のメッセージしてくれました。Pastor Aogu shared an amazing message. 僕たちにとって一番大切なものが一番なんです。The first means first. 私たちのことを一番に思ってくれる人が私たちの一番です。The one who loves us first, that is the one who we love first. ね、でも優先順位が違った人がいる、間違ってた人がいるかもしれない。Maybe you had a wrong priority before. だったら今一番のものを一番にしよう。But this is a chance for you to make it right. ね、今目を閉じて。Close your eyes. イエス様、あなたが一番です。Jesus put you first. イエス様の愛は一番先にあなたのところに行くんです。His love came to you first. あなたの罪のために十字架にかかって。He has taken the cross あなたのために身代わりになった。For your sins. あなたが一番だから。Because you were his first. あなたと今日出会いたかったから。He wanted to.With you. 今イエス様の愛を受け取りたいという人 If you want to receive his love today, 神様を受け取りイエス様を一番にしたい If you want to receive God's love, if you want to put Jesus first, ね、イエス様のことを全部分かったから一番にするんじゃなくて You don't put him first because you know about him already, ね、イエス様のことを愛するから一番だと決断するんです You just put him first because you love him more. 今イエス様の愛を受け取ってイエス様を一番にしたいという人がいたら今目を閉じて手を挙げてください If you want to receive his love today, if you want to put him first today, can you raise your hand? 今日イエス様を一番に迎え入れたい If you want to welcome him inYour heart today. ありがとうございます。おろしてください。You may put it down. で、今までイエス様のことを知らなかった人に質問したい。If you didn't know about Jesus, イエス様のことを信じてなかった人に聞きたいです。I want to ask you. ね、今日青木先生がメッセージしてくださいました。
Pastor Aogu, ね、今までイエス様一番じゃなかったけど Maybe Jesus was not your first. 今日私はイエス様を受け入れたい。But today, if you want to receive him, ね、今日イエス様を信じる 日にしたい。If you want to make this day the day that you believed in Jesus. ね、今までは信じれてなかった。Maybe you didn't believe before. ね、2番、3番、4番にしてた。You put Jesus in second, third, fourth. イエス様をオプションのようにしてた。You made Jesus an option for your life. でも今日イエス様が私の人生の一番です。But today, if you say you are my first. 今日イエス様を一番に迎え入れたい人、今目を閉じて手を挙げて教えてください。If you want to welcome Jesus in your first, can you raise your hand? ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。Thank you. 下ろしてください。You can really pay, ね、またイエス様のこと知ってたけど離れてしまってた。Maybe you knew about Jesus, but you walked away from him. でも今日もう一度イエス様に帰ってきたい。But today, if you want to come back to him, 戻ってきたい人がいたらその人も手を挙げて教えてください。Come back to Jesus Christ, can you raise your hand? ありがとう、Thank you. ありがとう、Thank you.ありがとうございます。最後に皆さん代表して祈りたいと思います。Let me pray for you. ね、その場所で目を閉じてください。You can close your eyes. イエス様に祈ります。Let me pray. 今日私たちに語ってくれてありがとう。Lord God, thank you for speaking to us. ね、あなたがまず私たちを一番に選んでくださったことを感謝します。Thank you that you have chosen me first. 今まで背いててごめんなさい。Lord, I'm sorry that I have been walking away. でも今日一番のものを一番最初にします。But I put first things first. 今イエス様を迎え入れます。I welcome you. あなたが一番です。Because you are my first. 僕たちの罪のために死んでくれてありがとう。Thank you for dying for my sins. あなたの愛を迎え入れます。I welcome your love. あなたについていきます。I follow you, Jesus. あなたが一番です。Because you are my first. 愛するイエス、キリストの名前によって祈ります。In Jesus' name I pray. Amen. 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 イエス様に拍手しましょう。And give our Lord big praise.Amen. そして前にクリップが出ます、ね、これをみんなで一緒に読んでいきたいです、Let's read it together. ね、イエス様一番の人みんなで一緒に読んでいきましょう Let's read it together if you put him first. はい、イエス様私を愛してくれてありがとう私の心に入ってきてください私の人生を導いてください Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Amenイエス様に拍手しましょう。Give our Lord big praise. そして今日 J-MIX サービスで最高のメッセージを本当に語ってくださった青木先生にもう一度大きな拍手をお願いします。Let's give him a big round of applause one more time. Amazing message from Pastor Aogu. ね、そしてヒズコールチャーチはゲストが来た時にいつもラブオファリングの時間を持つんです。We have this time for love offering and for the guests whenever we have guests here. ね、本当に多くの時間を捧げてそして多くの愛を持ってこのヒズコールチャーチに来てくださいました。He sacrificed all his time and inWith love here today. ね、そして本当にヒズコールチャーチのために使えてくださってます。And he serves for his goal church ね、ぜひ僕らも青木先生、千里さん、また ECCJA を本当に祝福していきたいと思います。And we want to bless Pastor Aogu and Chisato and for the ECCJ. 今横から、白い、献金の箱が回っていきますので、思いがある方はぜひそこにラブオファリングを。入れていきましょう。If you agree with us, if you want to join this work, please put your offering in the white bucket. はい、それでは横から回してください。Okay, go ahead. はい。ありがとうございます。それでは最後にもう一度みんなで前に来て一緒にイエス様を賛美していきたいと思います。Let's come to the front and let's worship one more time. ね、一緒にイエス様を礼拝して賛美していきましょう。And worship our Lord one more time. 最後にもう一度神様に一番の賛美を捧げていきましょう。